プレーをする5アウトの形から入ってますね。5秒切った。森外、ベクトンがロングツーを打っていった。あ、決めてきました。ベクトンです。激しく打ってますね前田選手。あと2秒だ、時間がない。おっと、これもギリギリブザービーターで決めました。横浜としてはそこまで簡単に打たせたくない3ですね。そうですね、まあ、3ポイントが入っているのでもう少しプレッシャー強く。ワカーター、あら、初めてベッド、ベクトン前が見えよ。ベクトン左手でつ、ここでリード横浜、4点差のミスマッチですね。ミスマッチで中に入った。ただブロックショット止めた、ベクトン選手、ベクトンが止めた。オレイラーが高かった。さあ、そして走っていた佐野原、ベクトンのブロック。まずここのブロック、見応えありましたね。サイモンがこれで5得点です。おお、いいパス、最後は行く原。武田にテーブスがつきます。テーブスアンダーで行きました。そしてベクトン、ベクトンギブスに体をぶつけながら強いギリギリで決めてきました。ベクトンです。中で動ったベクトン、うわ、入り込んだ。あー、ない、ピースを倒して入ってきました。作りやすい今動きをしてるんですよね。だからここで今ボールがちょっと通ってない状態ではあるんですけれども、ポストストーから一度ベッドに入れて、あと2秒です。この残り2秒で決められてきました。ベクトン、ベクトンを呼んで、ベクトンにハンドロール、さあまだ持つ、ベクトンそのままいってエンドワン。ナイスプレーですね、はい、綺麗にステップ踏んでのシュートですから、ちょっとオファイ選手そのフェイクに引っかかってしまって、あ、手が下がってますね。なるほど、見事なステップピボットを見せましたベクトン。北海道としてはそのあたりに光がちょっと見えてくるかもしれませんが ね。ベクトン、パワープレーダー、フェイダーウェイ、決まりました。うん、ベクトン、カーターともに今日は調子が良さそう。これでベクトンが9得点、カーターは5得点です、うん、ファイトのマッチアップ。そうですね、はい、あれ今のは北海道とすればテイラー選手が森川からもう一個アクセンバース、アクセンバース強引に行く、リバウンド、カーター、そしてベクトンが抑えてエンジャーズランク。横浜ももちろんですが、これホームでの最後の節となりますので、大変気合入ってますね。いや、今のカットといいね、はい、本当にベクトン選手いいですよ。エンドワン、林のファール、入ってきたロバート・カーター、ベクトンのスティールからでした。ベクトン、ヘダウェイ、おお、決まりました。ベクトンも今日はファールなく、ここまでは比較的気分よくプレーできているんじゃないでしょうか。そうなんですよね、さあ81対80、アキテンバース、アキさん、ベクトン、すごい青空、ベクトンのスラム、豪快、ベクトン今日23得点。これ今のよく取りましたよね、でもね、ただこれがいいんですよね、アキ選手がやっぱりドライブ行ってっていうところからがファールも誘えますし、いいですよね。すごい合わせでした。ベクトンが少し高い位置で待っていますが、ここでローポスト降りていって合わせる、おっと、アリウープで決めました。しかもバスケットカウント、ファールも取りました。いや、こういうプレーされちゃうと高さ絶対間に合わないですよね、今東京もたまらずディフェンス菊池でしたの抑えに行ったん、ベクトンのとこザックバランスキーダブルチーム、ここで時間を使わせる、自ら押し込めて決めました。